2日日やって3日日やったら、ちょっとこっち側に行って、4日日、ならないかな。どういうことだ。あ、かなり変則交差点なのかな。湿度はちょっと高いですね、やっぱし今日も。はい。だよね、こっち買ってるよな、大丈夫だよな。今なかなか荒れてなときる。三日市だ。へえ。はい、三日市バスでかな。へえ。ここはじゃあ、どっか来ないから田中だった。そんなもんだね。あなたはやっぱスプリンクラーが出てますもんね。冬場はこれで巻くんでしょうね。サンデリカ。聞いたことあるの？あ、バローあんだ、ここ。へぇ。バローも北陸の方に出てきてるんですね。まあ、岐阜なんで山は一つ越えたらこっちの方ですからね。工場に。ええさ。これが、あ、これバイパス？五歩一。五日一じゃなかった。五歩だった。四日一間にありそうだけどな。ないのかな。ぐにゅっと回ってこっちの方に入ってきたんですね。まあでも、あっち行こう。別に。順当にバイパスの方に至れば。奥がついてるんだな。こっちはついてないよな。へえ。はい。なかなか車検殺しよ。さすが香川100万石ですね。え、コストコなんだ。へえ。でけえ、コストコだ。しまった。これを、また、右折すれば先のところに戻っていけるんだ。なるほどな。一応、福井方面から行くようなルートに行っとこうかな。157っていうの山の険しいところは本当にやばい道も多いですからね。広いね。この道もすごいね。右折二車線多いのね、なんか、金沢って。えぐいね。右折二車線がこんなになるのえぐいね。で、好きやと。これで、一応さっきのところに戻ってきた感じですね。これちょっと先行ったら、さっきのまた、これもうこう行ってないよね。まだこう行ってないよな。これこんだけ広いと間違えて反対車線側の方に入ってしまいそうで怖いね。
ぱり歩行者へ渡るのは相当勇気いるね。で、で戻って、もうちょい先か。ローソンがあってやから、それは犬居町かな。白山市なんだ。あ、本手鎌の矢が。あ、じゃあもうこいつんのか。うん。ぐるっと回って越えたんだね。うん。三角形を描いた形になってるんですね、多分。白山っていうと、まあ、三重県だとどうしても土のね、白山のイメージが強いですけどね。こっちにもやっぱあるんですね、たくさん。小松の方ってどうなんだろうな。この時間になったらちょっとご当地ものとかはね、さすがに望めないですから。まあまあ十分いろいろ食ったしね。まあ帰り際にさっきのあの店まだ出てきたらちょっと弁当買っとくのもありだな。なんか24時間、どこも24時間だから、これはエグいよね。あ、ガソリンは満タンにしてありますかね。いやー、そう、やっぱね、車系だとね、最後まで運転して帰らないといけないっていうのがね、なかなかね、来れば、今のところもね、言うて、今日2時間睡眠から今のところも1時間も寝てるか寝てないか、で、そのままポンポンポンと来てますから、さすがに、体力面がね、若かったらこのまま行くんでしょうけどね。40になるときついですね。さすがに。